いろいろなこう過去の大変だったことを乗り越えて、うん、このバルニバービーという会社を設立をされて、この会社とっても面白い会社ですよね。僕ら食べ物屋でしょ、はい、食べ物屋っていうのにもいくつかの種類が当然あると思うんですね。例えば僕はよく行く牛丼のチェーン店よく行くんですよ、はい、すごいですよね。あの価格帯であれだけのことをされて、しかも下手したら一人のスタッフの方でやられてる仕組みを作ってる、僕はもう尊敬しかできないぐらいすごい。でもそれはある面で言うと飲食業のギアじゃないですか。でも僕らがやってるのは、その例えば短時間でご飯を食べて、ビジネスマンにとってありがたいお店じゃないですか、そういうのって。でも僕らは逆で、ゆったりとした時間とか、あるいは何か大切な時間とかを過ごすために食べ物や飲み物があると僕は思っていることをやりたいんですね。だからギアはギアの得意な会社がやられるファーストフードのお店とか、そういう牛丼チェーンとか天丼チェーンとか、もう皆さんすっごい能力とテクノロジー使ってやっていかれますねと。僕らはそれの凄さとまた逆の対極にありながら、どれだけまあ過ごしていただく時間が豊かになるか、気持ちいいかとかっていうことを僕はやりたいし、僕もそういう店に行きたい、どっちも行きたいんですよ、はい、僕はどちらも好きだし、という意味で言うと、僕のやるべき役割やあるいはやりたいことがこっちなので、そっちをやり続けてるだけですよね。1店舗目に出されたその南千葉のお店というのも、うん、当時の南千葉ってちょっと梅田の外れで何にもないところでしたよね。さすがに日曜日は店閉めた方がいいかなっていう感じでしたよね。人が歩いてない歩いてない、はい、下手したら本当に1時間に1人とか2人とか、はい、僕らずっと店作りする時ピンクネイルとかしてるわけですよ、はい、ずっとだから見えるわよね、うん、ほんまに人おれへんな言うて。でもそう言いながら頭のどっかでは、絶対に今言ったことですね、気持ちいいとか、この場所このお店でこのテーブルで時間を過ごしたいっていう方がいるはずだと信じてましたよね。なぜ信じれたかというと、人のことなんか分からないのに信じれたかというと、自分が行きたいと思ったからですよね。自分が行きたい店、人のことって分かんないじゃないですか、はい、でも自分のことはまあ最低限行きたいか行きたくないかとか、好きか嫌いかは分かるよね、うん、僕は絶対行きたい店を作るということ以外、僕を支える心を支えるものはないので、それは今も一緒ね、はい、22年前にね、1号店の準備をしてペンク塗りしてる時のポスターがあるんで、今でもあるんですよ、その、はい、こんなその時書いた文章っていうのは、僕は今も新しいお店作るときにそのポスターを貼ってもいいぐらい同じことしか書いてないんですよ。はい、どのようなことが。いや、普通のことですよ。この冬この場所に、ヨーロッパの片隅にあったよなっていうお店ができますと、レストランができますと、美味しい料理とお菓子お酒、そして心が旅する音楽インテリア、パリのお店の手作り、お店の作りのように手作りで今作ってますと、誰かペンキ塗ってくれる人募集してるんだけど、来てくれませんかみたいなのが書いてある、はい、その部署今もありますよ。そうなんです、うん、素敵ですね。それがね、うん、全く今と寸分たがわないんですよ、うん、そこにはね、マーケットとかトレンドとか、今のいわゆる流行りのなんとかとか、ニューヨークの情報とかなんとかっていうのは一切関係ないんですね、僕には。何か正しい時代の流れというのはすごく興味あるので見てます。それは人間がの営みって実はそんなに大きく変わるわけではなくて、もちろんテクノロジーの進化で携帯で社会が変わったとか、これからはまあ AI が出てくるとか、いろんなこと言いますし、もちろんそうなんだけど、食べて寝てというその生きるというスタイルはそんなに大きく変わらないですよね、はい、だからそう変わらないものをやってるんだということを含めて、根本として22年間思いは変わらなかったこととプラス、時代のテクノロジーを
少しずつ吸収していきながらという感じ、両輪でやっていく感じかな。